琥珀糖。この島唯一の不動産であるたぬき開発社長たぬ吉は、従業員の豆吉、つぶ吉、つね吉に業務を全振りし、バカンスへと旅立っていた。もうたぬ吉社長はなんで繁忙期にまとめて連休取るかな。これはそんなたぬき開発社長たぬ吉の休日の過ごし方の記録である。旅行を楽しみ、予約していた格安ビジネスホテルに向かったたぬ吉だったが、本当に申し訳ございません。こちらの手違いで他のお客様とのご予約がかぶってしまっており、お部屋に空きがないんです。まさか二重契約？これじゃあ今夜泊まるところはどうすればいいんだな。もう今から探しても宿代が高いところしか残っていないから困るんだな。もう私どもの経営している別のホテルへのご案内でしたら可能なのですが、いかがでしょうか。こちらのお部屋でございます。お代は元の金額のままで結構でございます。またお詫びとしてこちらをお受け取りください。こうしてたぬ吉が受け取ったのは、この高級ホテルのレストランの朝食バイキング無料券。おはようございます。ようこそいらっしゃいました。お客様、お席へご案内いたします。どこか漂う上品な雰囲気。しかし脳内では、食べ放題だな。もうやったー、たくさん食べるんだな。もうフォークを誤って落としてしまっても、お客様、こちらをどうぞ。すぐ対応。丁寧な食事、丁寧な接客、そうして得られる最高の充足感。本当に素晴らしいんだな。もお褒めいただきありがとうございます。お客様が心地よく過ごしていただくようにするのが私たちのお仕事ですから、私たちのおもてなしがお客様の笑顔になることが何よりも嬉しいのです。なんだか大事なことを教わったような気がするんだな。もうさて、たくさん食べたし、そろそろ最後にするだな。もうフルーツのクレープなんていいだな。もちょうど最後の一個だし。私たちのおもてなしがお客様の笑顔になることが何よりも嬉しいのです。お嬢さん、どうぞ。え、いいの？もちろんだな。もありがとう。小さなお嬢さんへフルーツクレープを譲ったたぬ吉。そしてフルーツクレープ焼きたてです。手に入れる焼きたてのフルーツクレープ。ここの従業員なら絶対補充してくれると思ったんだな。もうふ
こうしてタヌキチは朝食バイキングを堪能し尽くしたのであった。タヌキチの次なる外出先は出雲。